タートしました。芝の上先行争い13番ハットしてぐー好スタートを切りました。内からかわして6番フィジックス先頭に立ってダートコースに入りました。3番手から2番手を伺う12番ジャッカスバーク、内は7番 JK ウィーク4番手、直後10番アナザーバージョン5番手、これに迫っていくのが外から15番 NY ゴールド、そして11番湘南ガッチャ、差がありません。1馬身半差、5番スリーパインが行って外からは14番ワイマンです。あとは1馬身差3番ヤマニンシャージュ、体半分から1馬身差2番ルーミラークルがいまして、これに迫って9番デルマキャッツアイ、ここまで集団で、あとは 3,4 馬身開きまして4番トリノドリーム、そして内から1番トリレンマ、16番当選ミルキーが内から上がっていきました。あとは3馬身4馬身開いて最後方に8番シゲルスルガ、800の標識を通過して前から後ろまでは 15,6 馬身です。3、4コーナー中間ペースを握るのは6番フィジックス、リードは4分の3から体半分、13番ハットしてグー単独2番手、その後ろ12番ジャッカスバーク3番手、あと 600m4 コーナーの手前です。内は7番の JK ウィーク、その後ろに15番 NY ゴールド、馬群の中には10番アナザーバージョン、1番外は14番ワイマンで直線に入りました。先頭今度は13番ハットしてグー先頭か、粘っている6番フィジックス、外から12番ジャッカスバークが2番手から前を追ってくる、その後方10番アナザーバージョン4番手、内からは7番 JK ウィーク現在4番手です。前は2頭競り合いとなった、内が13番ハットしてグー、あと 200m 並んで12番ジャッカスバーク、2頭の激しい競り合いとなった。この2頭が後続を5馬身6馬身離している。3番では10番アナザーバージョン、前は入れ替わったか、今度はジャッカスバークか、氷わずかに12番ジャッカスバーク捉えました。